セルゲイカ・カヤキンは、シンフェロポリ出身のロシアのチェスグランドマスターである。早熟の天才で、歴史上最も若い12歳7ヶ月で、グランドマスターとなった。2009年7月のファイドの色レーティングでは、ウクライナで2番目の世界20位にランクされ、20歳以下でも、世界第2位である。キャリア最高レートは2008年1月の2732。 2009年7月25日、カヤキンはロシアの国籍を得て、それ以降はロシアでプレーしている。カヤキンは5歳の時にチェスを覚え、11歳でインターナショナルマスターになった。2001年には12歳未満世界選手権で優勝し、12歳になったばかりの2002年1月のチェス世界選手権でルスラン・ポノマリオフの公式セコンドを務めたことで注目を集めた。 モスクワのエローフラットトーナメントでグランドマスターの基準成績をクリアすると2002年8月のスダクの国際トーナメントで占い、勝子を抜いて歴史上最も若いグランドマスターとなった14歳の時にはドルトムントの大会で当時のチャンピオンであったウラジミール・クラムニクを早指し対局で破ったまた2004年にはビルバオで行われたマン VS マシンワールドチーム チャンピオンシップでジュニアというプログラムを破り人類側の初めての勝利者となった。カヤキンは2005年4月のファイドランクでレート2635の第64位として初めて世界トップ100入りを果たした。ギリシアでのナイジェル・ショートとトーナメント前の練習を行った際、アテネ空港への道中で事故に遭い、軽傷を負った。その後、ショートは 自分はもう少しでチェスの歴史を変えてしまうところだったと語っている。2009年チェス世界選手権の予選も兼ねる2007年のチェスワールドカップで、カヤキンは準決勝でアレクセイシロフに敗れた。18歳の誕生日直前に発表された2008年1月のファイドレートで通常のグランドマスターからさらに区別されるレート2700を突破し、2732で、 世界13位につけた。2008年7月、カヤキンはナイジェル・ショートと10戦の早指しを行い、7.5から2.5で圧勝した。2009年2月、オランダのベイ・クアーン・ジーで開催されたトーナメントの A 組で優勝した。2016年3月、モスクワで開催されたチス世界選手権の挑戦者決定戦で8.5、14の成績で1位となり、 マグヌス・カールセンとの世界チャンピオン決定戦に出場が決まった。彼は、ウクライナのウーマングランドマスターキャッテリーナ・ダルザコバと結婚している。カーゲキン2、プレイフォーロシア、チスドットコム、オーガスト12009、セルギー・カーゲキン・テイクス・ロシアン・シティズンシップ、CHESSDOM ドットコム、リリーブドン2009年8月1日、 ナイジェルショートアクスト、フューチャーワールドチャンピオンセルバイブス、チェスペース、ジュライ28-2005ハットキエフライフラピット、カーゲキンビートショート7.52.5チェスペース、オーガスト7-2008セルゲイカーゲキンキャッテリーナダルザコバ、ゲットマリード。c h e s s d o m c o m 2 0 0 9年7月26日閲覧。ありがとうございます。